道内は今日夕方から雪を伴い風が非常に強く、海は大しけとなる見込みです。予想される今日の最大瞬間風速は35メートルで、予想される雪の量は明日までの24時間に太平洋側とオホーツク海側の多いところで50センチ、日本海側で40センチとなっていて、局地的に大雪となるところもありそうです。気象台は吹雪や吹き溜まりによる交通障害、暴風、高波に警戒するよう呼びかけています。 JR は列車の運行に支障が出る恐れがあるとして、今日すでに特急や快速エアポートを含む168本の運休を決めています。